1999年のオートトレーダーラック、イギリスツーリングカー選手権は、イギリスツーリングカー選手権の42年目のシーズン。日産ワークスのローラン・アイエロが、デビューシーズンでタイトルを獲得した。チームメイトのデイビッド・レズリーが、ランキング2位。1998年のチャンピオン、リカルド・リデルが3位となった。ローラン・アイエロが、日産、プリメーラをドライブして、 タイトルを獲得した。1999年シーズンにおける大きな驚きの一つは、インディペンデントドライバーのマット・ニールであった。父親のチーム、チームダイナミックスで、日産、プリメーラをドライブしたニールは、ドニントンラウンドの第2レースで優勝し、フィーチャーレースで優勝した初の、インディペンデントドライバーとなった。とかはこの快挙に対して25万ポンドの報酬を、支払った。 デイビッド・レズリーはランキング2位となった。ジェームス・トンプソンはホンダ・アコードをドライブして4位となった。マット・ニールはミシュランカップを獲得し、総合ではランキング9位となった。1999年シーズンは6つのワークスチームが参加した。一方1998年シーズンをもってアウディとプジョーが撤退した。インディペンデントドライバーは 最初のエントリーリストに7人が登録したが、アトフォードモンデオのギャレス・ハウエルと、DRM モータースポーツのコリン・ガリーは参戦しなかった。タイヤ供給メーカーはミシュランに決定し、すべてのドライバーが同じタイヤを使用した。ナイトレースは7月のスネッター・トンでのラウンドで初めて BTCC に導入された。ピットレーンとメインの観客エリアは投稿照明で照らされ、 サーキットの他の部分は暗闇であった。ドライバーの視力が明るい場所から暗い場所へ急激に変化するのを和らげるために、コックピット内部は柔らかな赤い照明で照らされた。トム・ウォーキン賞ーレーシングは再び、ボルボワークスとしてチーム運営を担当し、ディフェンディングチャンピオンのリカルドリデルは、ジャンニ・モルビデリに代わって、以前に、ベルギーのプロカーシリーズに参戦していた。 ベルギー人ドライバーのヴィンセント・ラダー・メッカが新たなチームメイトとなった。1998年のマニファクチャラーズタイトルを獲得した日産は RML が設計した2台のプリメラで再び参入した。デイビッド・レズリーはチームと共に3年目のシーズンに挑む。チームメイトはアンソニー・レードに代わって以前ドイツスーパーツーリング選手権に参戦していた。 フランス人ドライバーのローレン・アイエロが加わった。1998年にプロドライブと共に成功を収めたホンダは、昨年までフォードと組んでいたウエストサリーレーシングとタックを組む。ジェームス・トンプソンは自己最高位のランキング3位であったが、プレシーズンテストの好調さを維持してシーズンに入る。チームメイトのピーター・コックスは2年目となる。チームは、 サードカーのドライバーとして1994年のチャンピオンであり、ドイツスーパーツーリング選手権でのワークスドライバーで、アルガブリエル・タルキーニをノックヒルとブランズハッチで走らせた。ルノー・ラックナを走らせるウィリアムズは、アラン・メニューがフォードに移籍した後、第一ドライバーに昇格したジェイソン・プラトが率いる。チームメイトには、ウィリアムズ・カイイチの元テストドライバー、ジャン・クリストフ・ヴイオンが加わった。 ブイヨンは1997年にチームに加わる予定があったが、この時はプラトが選ばれている。トリプル A トレーシングのボックスホールベクトラは1995年のチャンピオンであるジョン・クレランドがドライブする。クレランドは3011年目となり、チームメイトはアウディの撤退によって移籍していたイヴァン・ミューラーとなる。ミュラーはドライバーを引退しチーム運営に集中するデレック・アーウィックに代わって、 ハンドルを握る。フォードはワークスウニエをプロドライブに任せることとなり、ホンダと入れ替えとなった。ドライバーラインナップは97年のチャンピオンであるアラン・メニュと98年のランキング2位、アンソニー・レードと最強と考えられる夫人となった。両者は1998年のウィル・ホイ、クレイグ・ベアード、ナイジェル・マンセルのラインナップにとって変わった。インディペンデント部門は、 マット・ニールによって主導される。彼は1998年を通してメーカーが支援するチームとミックスする能力を示しタイトルを獲得した。ニールのプリメーラはチームダイナミックスが運用し前年にドイツスーパーツーリング選手権で使用された車である。また、1998年のバサースト戦でスティーブン・リチャーズと共にドライブした車でもある。 1998年のベクトラチャレンジ優勝者のマーク・ブレアは1996年型のボックスホール、ベクトラで参戦する。同社は1998年にマーク・レーマがサポートシリーズで使用した車であった。1999年型のエアロキットでアップデートされてはいたが、最新仕様のエンジンは使用できなかった。リーブルックスは1998年型の ホンダアコードでシリーズに戻った。ブルックスは腕を負傷した後4レースを欠場し、スラクストムへの2回目の訪問の後、車に何もしなかったために競争力がなくなったと述べてシリーズから撤退していた。ポーラ・クックもまた1998年型のホンダアコードをドライブする。彼女は1998年の最終2戦で、 DC クックモータースポーツからアコードをドライブしたチームは予算不足を理由にスネッタートンの後に撤退したラッセルスペンスは1998年型のルノーラグナでアリーナインターナショナルから参戦するスペンスはオールトンパークで恐ろしいクラッシュに見舞われそのももなく事業のコミットメントのためシリーズから撤退したスネッタートン以降は1991年の チャンピオンであるミルフォイが彼に代わって参戦した。前戦がイングランドで開催された。中、太字はポールポジション、車体はファステストラップはドライバーがフィーチャーレースで少なくとも1ラップをリードすることを意味する。中、シーズンレビューの映像や一部のレースレポートを見た後に追加されるため全てのボーナスリーディングポイントが追加されない場合がある。 1999年のイギリスツーリングカー選手権で使用されたポイントシステムは次の通り。ドライバーズチャンピオンシップでは各レースの優勝者に15ポイント、2位に12ポイント、3位に10ポイント、4位から10位にそれぞれ8、6、5、4、3、2、1ポイントが与えられた。シーズンの終わりにドライバーは下から低い順に4つのスコアを無効にする。 各レースでポールポジションを獲得したドライバーには1ポイントが付与され、フィーチャーレースをリードしたドライバーには1ポイントが付与される。マニファクチャラーズチャンピオンシップではトップ10のフィニッシュポジションでドライバーズチャンピオンシップと同じポイントが付与されたが、メーカーごとに上位2台のみがポイントを獲得した。シーズンの終わりにマニファクチャラーもチャンピオンシップの下から低い順に4つの スコアを無効にする。リードラップ、または、ポールポジションについてはポイントは与えられない。ありがとうございます。